岡田義則、田畑智子と結婚宣言。女優の田畑智子、36、と俳優の岡田義則、40、が、交際7年目にして、ついに結婚の意思を固めたことが、本誌の取材で明らかになった。15年11月、田畑が岡田の自宅マンションで、左手手首付近を切り、病院へ緊急搬送される、という自殺未遂騒動が発覚。一度は破局が報じられた二人だが、昨年7月に本誌は田畑の自宅マンションに通う、岡田の姿を目撃。これまで愛憎劇を繰り広げてきた彼らも、やっと元の鞘に収まっていたのだ。とはいえ、それ以来吉報は聞こえてこない。9月上旬、本誌は都内にある田畑の自宅マンションを訪れた。すると駐車場から車を運転して出てきたのは、田畑ではなく岡田。近所の住民によると、数ヶ月前から同棲を始めていたらしい。翌日、またも一人で田畑のマンションから出てきた岡田に記者が声をかけた。同棲のために引っ越して来られたんですか？そうなんです。僕の住んでいたマンションが、ちょうど契約切れだったんでね。更新するなら、いっそのこと一緒に住んじゃおうかと。田畑さんとは、来年早々にも結婚される予定だと聞きましたが。はい、結婚に向けて動いています。ご心配をおかけした皆さんに、少しでもいいご報告ができればな、と思っているんです。田畑さんとはこれまでいろいろありましたね。確かにそうですね、わら。辛い過去も、今では笑い飛ばす余裕を見せた岡田。僕も男としての責任を取ります。彼女のご両親にもお会いして、結婚しますということを伝えてきました。では、向こうのご両親も承知の上なんですね。はい、認めてくださっていると思います。